ヨミーです。最近 YOASOBI さんのアイドルが大流行していますよね。僕も聞いてみたらめちゃくちゃオタゲーが打ちたくなりました。実は初めてじゃなくて高校生の頃ちょっとやってたんですよ。ただとあることをきっかけにやめちゃってたんですよね。当時クラスのアイドル的な女子とその側近の2人組がいたんですけど、その人たちが休み時間に廊下で暇してる時に、なんか誰か面白いことないみたいな感じになったんですが、僕は当時オタゲーが一番面白いと思ってたので、オタゲーをいきなり打ったんですよ。笑ってもらえるかなと思ってやったんですけど、ドン引きされて、それを最後に僕は人前でオタゲを打たなくなっていました。自分だけで打つようにしてたんですが、これが文化祭だったら盛り上がったのかもしれないんですけど、場所を選び間違えたというか、だから封印してたんですけど、自業自得な動機でやめていたとはいえ、この曲を聴いて体が黙ってられなかった。今いきなりオタゲの動画なんか出したらジャンルが違いすぎて登録者減りかねないかもしれないけど、でもこの曲を聴いて黙ってられるわけがないんですよ。これオタゲやってる方ならわかると思うんですけど。ということで、10年ぶりにオタゲを全力で捧げたいと思います。当時の黒歴史への供養も込めて、せっかくなので音源も初音ミクのバージョンでユーロビートのアレンジを作ってみました。ではやっていきたいと思います。